どうも皆さんこんにちは。いつもツイッター見ていただいてありがとうございます。こちらは愛犬のスパイクです。スパイク、みんなに挨拶は？はい、というわけでこれからね、いつもツイッター見ていただいて嬉しいんですけど、 YouTube でも動画を出そうと思って、今撮影をしています。今日はですね、スパイクと2人で散歩に行こうかと。あではですね、散歩に行く前にスパイクくんにお得意の芸を披露していただきたいと思います。スパイク、座れ座れ座れ。スパイク、お手は？はい、おかわりは？おかわりは？はい、せーの、鼻。あ、ちょっと映ってないな、ごめんね。鼻は？スパイク、鼻は？鼻は？スパイク、ここ、えいてぇ、ここ、えいてぇ。はい、早速散歩に行く準備ができました。スパイクはね、こうやってハーネスをするとあんまり引かなくなるんで、今日はハーネスをつけながら散歩をします。で、私はですね、車でちょっと遠くまで行くので、運転免許証と鍵と、それから犬のですね、うんちをね、取る袋を忘れないようにこのバッグにしまいました。これで準備は完了。いよいよ散歩に行ってきます。じゃあスパイク、行ってこよう。今日はこの車で散歩に行こうと思います。名付けて新庄の歯の色の車です。スパイク、スパイク、おいで、自動車に乗るよ。スパイクが拒否したので近所をブラブラ歩きたいと思います。やっとですね、近所の公園に来ました。スパイク、これ何？かわいいね、なんだろう、もしかしてこっちのやつとおしゃべりできるとかかな。ほら、面白いね。これきっとあっちでさ、行ってこっちでさ、喋って聞くみたいなやつだよね。ねえ、スパイク。スパイク、これシーソーだよ、シーソー。知ってる？ガッタンって何？スパイク、ほらほら、ガッタン。びっくりした。びっくりしたね。ミニスパイクです。今日はですね、犬が惚れるということで有名な伝説のこたつの前から中継でお伝えしています。さて、今日はどんな犬が惚れるんでしょうか。早速行ってみようと思います。よいしょ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 、じゃじゃーん。元気な